さあ一息ついて岡田の親番南の三曲ドラはバーワンです。決めての香りがする。他の人たちは、いや久さん厳しい、でも親番がこの後残っている。日向もちはいはかなりバラバラ、ドラ1枚。そして不等しはペーチョでペーチョ1だ。やり返すなんですか、これは。岡田さん決めさせませんよと。はい、なりそうです。こんなぶつかり合うメンツでみんなが他の人の本手を潰し合う、そんな展開になってます。私は決めさせたくない、岡田は決めたい。ちょっとでも太さんも打点は欲しいですよね。トップ目で終わらず迎えるとはいえ、これは日向さんにしても岡田さんにしても上がられたらちょっとの上がりだとね、トップまくられそうなんで、条件を突きつけたいのは突きつけたいですね。具体的に言うと4000点より大きい点差ぐらいですか。いやもうちょっと欲しい、欲しいの欲しいです。先輩の点以上ですか、はい、でもドラ切りましたね今年。先輩脳天はね、今回結局久里さんが脳天だった場合の話になるから、久里はもう4着目なので目いっぱいできますよね、はい、結局上がりでの決着になりそうなんで、それをなんか2、6裏乗らずだったみたいなとかにもしたいですよね。はい、ペイをポンしました。地風のペイです。ふとし赤嘘を切って、これ本一の方が2000点より本一は3席間になるんで打点が取れますね。なるほど、ドラ赤切ってもそのリャンハンは本一で帰ってくる。ポン、あ、リャンピンをポンしました。天敗、カンチーピン、本一じゃなくてもいい。天敗ですね、はい。天敗、決めさせないよ岡田さん。トン、怖いよこれ。怖いですよ、トン一枚切れですからね。はい、岡田のリーチは時間の問題に見える。太志が今度は上がりきりたい局面です。ちなみにカンチーピンは岡田の捨て牌に1枚、日向が1枚、山に2枚残ってますが、親のリーチが来た時にその通りですね、ちょっと狙える、はい、っていうことはめちゃくちゃ先輩取りやすかったですね。カン、さっきお世話になりました3層、さっきカンですね。おお、トーンなんだ、保留しましたね。これ三蔵からの道ももしかしたら見てるかもしれないですね、苦しくなった時に。はい、さあ久里がダブナン重ねましたね。そして日向も行って進みました。不穏な空気はとても感じていそうです。そうか、ごめんなさい、あと太志さんが打点安そうなんで高くしないようにも考えてるかもしれないですね。そうか、ドラが乗って一気にね、なんか表示牌にイーピンとかシャーとか出てきたら大変ですもんね、うん、なんで、でもここでカンだ。やはりここは攻めの一手、3層のアンカン。新ドラはローソーです。ローソーはひなたのリーチ、引いたリンシャンからありがとうからのサブローマンのリーチです。5枚山めちゃくちゃいる、5対2いいとこ残りましたね。サブローマン5対2、ただ現物、チーピン2、ただ現物です。チーピンはそのアドバンテージがある。いや枚数はでも岡田、いやでもこれパーソンになっちゃうか、抜くにしても。チーピンもありますよ。でこれね、本一が否定されてないって思ったはずなんですよね、まだ。これはパーピンか、現物で。カンチーピン待ちを貫くか。おお、これトム、ちょっとね、嫌がったのは、トムのが安全牌なのに9ピン持ってたのが嫌だったんでしょうね。はい、サブローマン対カンチーピン、そして久里も参戦してきました。カンパースをチーして。あ、これダブナン赤ドラですもんね、はい、カンチーマン。で、ナンはね、日向が持ってるんですよ。あ、ピン切る。はい。ドラ表示牌のチーは。いや、盛り切れないからな。これは勝負かな。あ、でもイースを通るのか。三蔵カン入ってますもんね。そうです。しかも一行ったね。でも切る。こういうとこ押しますよね。これ押すのが太し。岡田もリーチ後、やはりまた来たかと。いやこれ強烈よ、ね、しかもね、久里まで来ちゃった、大変だ。いやでもチーピンしかないけどな、もうすぐ日向の手配が。あーでもリャンゾーも増えたか、ローソーも増えた。これ出ないよ、しばらく。3層のアンカンが入ってます、3層のアンカンが入っています。そしてサブロマン、あ、1枚減った。これでローソー打てるね。はい、しかもチーソーもノーチャンスになってますね。ローソー4枚見えてる。しばらくチーピン出ない。となるとやはり岡田が有利な状況。
まだ行く？どこまで行く？ここまでは全部押していく。まだ押そう。地の果てまで押すか。いや、今の証拠を見る限りもうそろそろですね。地の果てはもうそろそろ、そろそろ果てですか。これ上がりきるところまで行けないか、どうなんだ。ひさとが手を崩しました。実際人の当たり牌掴んでいます。向こうでそろそろだと思いますけど、そろそろがここだとしたらビタ止めですよ。どうですか。両無筋なんですよね。そこを太さんがどう考えるか。ローマンは二筋にかかっています。やめたよ。なんということだ。チーピンね。これもうね、ローマン当たりでした。ローマン当たりでした。あの表情、何を思うか。何でしょう、また太子の中の基準があったと思うんですけれども、結果としてはものすごいビタ止めを見ることになりました。はい、ちなみにですけど、はい、これはね、太子さんの、検討配信でもよくやってると思うんで、それ見ていただくといいと思うんですけど、9万だったら3万だったら打ってたかもしれない。ちょっと待った、高めを積もればいい。6000オール。うらうら。6000オール来た。はい。連日もいい傾向、赤